皆様こんばんは、道玄坂カフェより、配信しております。すげえ外野がうぜー、この外野を映すカメラをくれ。ですね、はい、今日から第1回始まりました、桃海のゲーム墓場、こちらの番組はですね、墓場まで持ってきたいゲームという、まあ、趣旨で、今回から1回ずつね、僕の好きなゲームを紹介しつつ、ただ私だけ出るとね、なかなか花がないので、毎回ゲストさんをお呼びして、強制的に私の好きなゲームをやらせて、その感想をね、一区一報告してもらおうという、趣旨で、この番組を始めさせていただきました。司会は私、桃海と申します。よろしくお願いいたします。拍手があったかい。てかね、今日がまあ1回目なんです。本当にまあ丸々1回目なんですけど、ことの発端は、こちらの道玄坂カフェさんで、過去にやらせていただきました、歌吉という、まあ、配信番組で、そこでちょっとゲームのお話をさせていただいたんですが、意外と好評で、ゲームの番組やったらみたいなお話ちょっといただきまして、まあ、こういう、ことになったんですが、なんだろうね、不安。一人で喋るのってこんな不安なんだね。なかなか楽しいですね。というわけなんでね、不安なんでそろそろ、怖いんで、ゲストの方を、お呼びいたします。声優の、みゆきゆあさんです。こちらです。はい、どうぞ。どうもこんにちは、声優のみゆきゆあでございます。よろしくお願いします。あなたが今日のゲストなんですが、うん、某所から、うん、このなんだろう、ゲスト感のないゲスト。なんだろう、別に交換留学生的な感じ。そうだね。はい、一応、ご紹介させていただきますと、みゆきゆあさん、声優やってらっしゃいます。はい、で声優のやる傍ら、シンガーとしてステージに立ってらっしゃるということなんですが、はい、私と、青白ストライプというボーカルユニットを組んでまして、はい、2人でも活動させていただいております。やってるね。で、あなたもなんか番組持ってるんですよね。そうですね、普段こちらの道玄坂 TV さんの方で、みゆきゆあの映画講論という番組と、映画居酒屋みゆきという番組の2作品、映画の番組やってるんですよね。両方とも映画のやつで、で、この前 ね、この間ちょっと出させていただきまして、はい、まあ、映画講論の方にゲストで来て、ジャッキーのお話いっぱいしてもらったんで、ジャッキーだけじゃない、ジャッキーだけはちょっと乱暴だろう。ジャッキーチェンのお話をいっぱいしていただいたので、なんだっけ、男祭りみたいな。そう、男の映画祭っていう企画を私やったんです。はい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 、でその時に、ジャッキー映画を2本やるんで、じゃあもうどうせだったら私よりジャッキーのこといっぱい知ってる人に出てもらった方がいいなと思ったんで、ちょっと呼んで、私よりいっぱい喋ってくれたんで、まあ、ジャッキースーパーバイザーとして出させていただきまして、はい、まあ、出たんだから俺のも出ろやと。まあそういうふうに愛になりまして、今回、1回目のゲストとしてお呼びしたんですが、別にね、知り合いのよしみで出したわけではございません。あなたをマジか、ね、はい、今回、まあ、この番組、ゲームの番組ですんで、やっぱり、まあ、普段からゲームに触れていらっしゃる方の方がいいなというところなんですが、あなたはやっぱり、僕が知る限りはゲームにゆかりの深い方だと僕は思っております。そうかい。はい、まず一発目にあなたなのか、あなたの関係者というか、すごく顔と声が一緒の人というかが、そうだね、ゲームに声当ててらっしゃいますね。そうですね、はい、よく知ってる人がすごいゲーム。めんどくさいね、違う名前でやってらっしゃる。そうですね、はい、解体されるゲームとか出てるね。はい、は、あ、解体されちゃう。解体されますね、確かに。解体されちゃうんだ、はいはい、うん、まあ、どっちかというと、18歳未満はできないタイプのゲームにちょこちょこ出て声を当ててらっしゃる人がいるんだよ、知り合いに。はい、はい、まあめんどくさいけど。で、もう一つ、あなた自身もゲーム結構やられるという。そうだね、ゲーム好きです。これはいいのかな。実は、まあ、そのユニット組む前から実は個人的に交流がございまして、はい、あなたは学生時代にゲームのサークルにいたんです。そうですね、ボードゲームのサークルに。基本的にはボードゲームをやるサークル で、まあ、電源のゲームも集まってやろうかみたいな、ね、やったな、なんかな、なんか海辺の町に行って、そこで3泊4日ゲームだけをするという恐ろしい、恐ろしい合宿なの、これは。しかもそこになぜか少なくとも、まあ、一緒のサークルだったんですけど、僕らが行った頃になぜかあったルールとして、ゲームの日を絶やさないみたいなルールがあって、どんなに眠くても誰かゲームやってろっていう。深夜ぶっ通しでゲームをね、やってる。でも仕方ねえから俺起きてるわっつって、起きてるやつが隣でゲームやってて、その隣のもうなんかサナトリウムみたいなところでみんなこう安置されて寝てるんですけど、隣の部屋から叫び声が聞こえるの。CV 雪のさつきの。
一晩かけて日暮らしの学校にのイエス版をやって、それがちょうどそのシオンとかのルートだったんですよね。うん、隣からね、もうすっげえ怒号みたいな声が聞こえて、横で寝てたやつがみんな悪夢を見るという本当に悪夢みたいな合宿で、久しぶりにこの話したな。まあまあまあそんななんですが、あなたも個人的にゲーム結構やられる。そうですね、やってます。別にのめつ枠なし、いろいろやるってわけではないんですよね。そうですね、割と一つのゲームを数年かけてやったりする人で、はいはいはい、ガンパレードマーチとか。そうです、ガンパレードマーチはもう10年以上遊んでます、うんうん、あれ好きな人すごく好きですからね、はい、あ、すげえゲーム番組っぽくなってきたわゲームの話してるぞ、なんか。モンスターハンター。ああ、モンハンね。モンハンやってます。なんかこちらの道玄坂カフェさん、なんかモンハンの、ね、イベントとかもいろいろみんなでやってたりとかするから、まあ、そういうのも絡めていったらいいなと思いつつなんですが、はい、今回ご紹介するゲームはそんなあなたに少しゆかりになるというか、スカッと私が学生時代あなたがこのゲームやってるよというお話を聞いたということで、うん、今回はこちらのタイトルを、ご紹介したいと思います。はい、ドン、ドン、こちらでございます。Xbox 360のタイトルでございます。アースディフェンスフォースインセクトアルマゲドンでございます。これ俺の顔全然隠れてんな。こちらのタイトルでございます。何を言ってるんだそれってなんだ、人の顔が豚に似てるからって、いちいち隠そうとするのは良くないと思うんだよね。じゃねえよ、肯定するな。こちらのタイトルなんですが、やったことは、これはない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 って言い方が、なぜならば、うん、私が Xbox を購入に至ったきっかけのゲームがあってまして、それが実は外伝のゲームなんですね。今回は、こちらのゲームをみゆきゆあさんに、プレイしてもらいつつ、はい、こちらのゲームの魅力を、不詳私がちょっと語っていこうかなと思います。はい、実はもうセッティング済んでるんですよね。で、やったことないのも嘘ですね。さっきちょっとやりましたどうしても操作法を確認したいんでっつって、こんな女ずるいわ、10分やってんの。ちゃんとやりたいじゃない、ちゃん、うん、ゲームやるからには、はい、勝ちたいし勝ちたいんですよ。意外とそういうなんか権威欲とか勝利欲みたいな強いんですね。そうだよ、はい、そうなんですね。欲望にまみれてるからね。あ、確かにね、うるせえというわけでですね、ゆあさんには、はい、これからゲームをプレイしてもらいます。はい、ちょっとまあ画面的にはあなたの、ゲームプレイしてる画面を見てもらいつつ、まあ、ちょっとねゲームのお話を私が横から解説していくというのが、はい、この先のこのなんだゲーム墓場、このね名前つけた時にね、道玄坂カフェの店長にちょっとこの名前暗すぎないって言われたんだけど確かに明るすぎると僕が辛いんでって明るすぎる名前は僕にはちょっと、基本的に闇の住人だもんね。引きこもりだからね、うん、もうゲーム大好きだからね、仕方ない、仕方ないですよね。道玄坂カフェっていうぐらいだから、ここね場所が道玄坂にあるんですが、渋谷のど真ん中ですよ。周りはホテルだらけだよね、まあ、ホテルだらけとか言うんじゃないね、人が多い、しかも今日平日夜でもみんなワキワキ騒いでますよ。ライブハウスも近いからさ、すごい人がいっぱいいるんだよ。 そんな中ね、もう完全に力尽きたももみがお送りするこちらのももみのゲーム墓場なんですが、そろそろじゃあ、はい、メインタームに移りたいと思いますので、ゆあさんはゲームをやってください。コントローラーを、で、私ここでやっていいの？そちらに移動していただいて、カメラもう一台用意しておりますので。本当、じゃあ、はい、メガネかけなくそう、あんまりね、ゲームの紹介するぞっていうのにゲーム画面を映すといろいろ問題あるんですよ。ね、権利関係がありますので、だからすいません、配信ご覧の皆様、もしくは収録をご覧の皆様、ゲーム画面は映せないので、ゲームをやってるゆあさんの顔を、やだ恥ずかしいリアクションを楽しみながら、私のお話を聞いていただければと思います。じゃあ、これも刺激しちゃって大丈夫？もう刺激しちゃって大丈夫？刺激しちゃうよ。はい、刺激してください。今アサルトライフルとミサイルランチャーね、2つの武器を装備して今から出撃いたします。はい、お願いいたします。じゃあちょっと、はい、ゲームの説明をしていきたいと思います。今回のこの、アースディフェンスコースまた、インセクターアルマゲドンいいよ、好きに喋っていいよ、本当本当に、うん、なんですが、どういうゲームかと言いますと、地球がもう大量の巨大昆虫に侵略されているので、それをどんどん追い返しましょうという、まあ、ジャンルとしては、TPS サードパーソンシューティングという、まあ、シューティングゲームです。アクションゲームって言ったらいいのかな人物が前にいて、それを後ろからカメラで追っていくみたいな感じなんですけど、日本製だとバイオハザードとかが TPS になるのかな、ああいうゲームだと思います。で、1作目、2作目がこちら、プレステ2で
発売されました。プレイステーション2ですね。こちらで出た時はタイトルがザ・地球防衛軍というタイトルでした。落ちちゃった。これね、画面で何が起こってるかっていうのも会場にいないとわからないと思いますので、もう気になる方はぜひ次回以降は会場に来てください。本当に。で、このザ・地球防衛軍というタイトルだったのが、実はこの、開発 D3 パブリッシャーさん、あ、発売ですね、発売元 D3 パブリッシャーさんが出してた、シンプル2000シリーズといういわゆる廉価版のゲームを出すシリーズで出てたんです。で、2000円にしてはものすごく出来がいいし、あの派手だったっていうので結構火がつきまして、こちら XBOX で、出ました地球防衛軍3というタイトルから、まあいわゆる一本のパッケージソフトになりました。ここからまあね、本当に一本の、派手なゲームになっていくんですが、あ、こっち4じゃねえか、間違えちゃった、こっちはい、まあまあこんな感じ。焦りすぎだよ。実はね、プレス3でも出てるんですけど、プレス3ではやってないんですね。360信者なのでこれ言うとね、いろいろ敵作りそうだからやだけど、プレス3もやるんですよ。今、狼とかやってるしね。私も360の方が好き。360好きですか？大好き。女の子じゃ珍しいですね。え、なんで？デッドライジングとか。あ、デッドライジング好きなんですね。そうだね。はいはい。まあ、きっかけは、地球防衛軍3を、その、先ほど話した、その、鬼のような合宿で、はいはいはい。やって、これはすごい面白いなと思って。360行けるやんけと。そうなんです。その合宿の帰りの足で買いに行って、意外と行動派なんですね。いや、その時お金持ってたから。あ、その時、今ないみたいな言い方ですね、完全に。その時ちょうどお金持ってたから買いに行って、はいはいはい、で、地球防衛軍とアイドルマスター買った。あ、そうか、あなたアイマス好きですもんね。アイマス大好きです。最初はアイマス、だいぶ遠かった。360でしか出てなかったんですよね。あれこっちじゃないっけ。で、その3が出た後に出たのが今回紹介した、アースディフェンスフォースという、こちら番外編タイトルって言ったらいいのかな、まあ、概念みたいなもんなんですが、日本の開発は、サンドラットっていう会社がやってます。で、こちらは海外の、まあ、ゲームメーカーが作った、もう、地球防衛軍うちらにも作らせてくれっていうなんていうか同人ゲームみたいなんですよね。すごくこのタイトル好きだからこれの同人芸を出そうみたいな、雰囲気でやってるゲームなんですけど、なかなかね、その地球防衛軍っていうシリーズはやったことあるけど、こっちの外伝はやったことないっていう人は結構いるみたいなんですよ。実は俺も、最初はちょっと海外版やることねえかなと思ったんですけど、その後4が出まして、4が実はこの今回の紹介するアースディフェンスフォースのオマージュだ、オマージュっていうか要素を取り入れた仕様になってて、キャラクターも増えて、なんて言うんだろうな、戦略性がアップしてたっていうことで、話は戻るけど、前作をやってみたら、あ、実は面白いやんけど、今回ゆわさんには一人プレイやっていただいてますが、実はオンラインで、これ何人だっけ、何4人でやったのは覚えてる。地球防衛軍4は、4は4人でできるんですけど、これは実は6人まで同時プレイできまして、ね、仲間内だと、スカイプでチャ、ボイスチャットとかしながら、ワイワイやると楽しいゲームなんですよね。まあ、普通にゲームやってますね。あ、それ、タレット。うん、その、今後ろにあった黄色いやつに乗り込むことができます。うまく使えそうにないからいいや。すごくね。あ、ロボット来ましたね。倒してください。これロボット来ましたねとか言うけど、会場にいないと何が起きてるか全然わからないというのが面白いですね。ミサイルでくれば、ロケランでくればよかった。ミサイルだと当たんないや。そう、あのロボット、胸の赤いとこしか、壁登れなくて困るのやめてもらえませんか。なんで登れないの？会場にいる人はニッコニコしますけど、配信の人にわかりづらいギャグはやめてください。だって前のやつだったら割と簡単に登れてたんだよ。まあ、今回その街の作り込みが結構ね、良くなってるというか。赤いとこに当たんないんだけど、当たる。下にいるちっちゃいダニみたいなやつ取りつかれると爆発するんで気をつけてください。はい、そんな見たことないやつらばっかりなんですけど。そうなんですよね。なんか海外ならではっていうか、やっぱダニっていう昆虫は海外の人の方がおなじみがあるのかななんて勝手に思いつつ。でですね、お、よし、あ、倒した、よし、素晴らしい、ありがとう友軍の皆さん。すごいな、音だけの実況プレイなんだな。あとあなたの顔。恥ずかしいよ。表情で大体察してくださいっていう流れになってますけど、実はこの、地球防衛軍なんですけど、あれもう、あれもう一体いる、もしかしたら、あ、うわこいつか、何ってこいつか、
なんて言えばいいんだろうな、日本のゲームなんですけど、ずっとなんかピーピーあの BGM が鳴ってるゲームじゃないんですよ。効果音とキャラクターのボイスだけで淡々と進むゲームなんで、ぜひ BGM を流しながらやっていただきたいなっていうのが、プレイの秘訣というか、まあ、ちょっとアドバイス、360だと、音声ファイル MP3 みたいなのを結構再生しながらゲームプレイできたりするんで、自分が家でやるときはなんか地球防衛っぽい曲あのウルトラマン系の BGM とかね、そうそうそう、とか UFO ロボグレンダイザーのオープニングとか、あの君の地球が君の平和が狙われてるぞみたいなのをかけながらやると、なんか一気になんかロボットアニメっぽくなるので、でも本当にね、ウルトラマンの BGM かけながらやるとなんか地球防衛軍っぽさがすごくアップするので、おすすめでございます。こちら私はマクロスの曲を流すよ。あでも、ま、あバジラっぽいと思って、あ確かに昆虫の敵だとマクロス F の敵っぽいですね。サイズ感違うけどちょっとバルキリーっぽいし、そのなんかアサルトライフル撃ってると、いろいろね、自分なりの楽しみ方、普通にプレイしてますね勝ちたいしねその勝ちたいんやっていうのがすごく面白いな女性ではなかなかない。でもあなたは普段って美少女ゲームとかメインでやるんですけど、そう、なんかノベルゲーが多いんだけど、はいはいはい、そう、なんかそう聞いてたんで、あなたがこうやってバリバリのアクションゲームをやってるってイメージが実はなかったんです。そう、なんか私横スクロールのアクションとかすっごい苦手だったのね、子供の時。マリオとか一面とかクリアできないもん。マリオの一面がクリアできない、意外と。俺、あ、うちのおばあちゃんもそうだうちのおばあちゃんね、十字キーとボタンを同時に押すことができなくて穴を越えられずにクリボーにやられて死んでました。そうそうそう、そんな感じ。なんかだからその地球防衛軍3やるまでは、はいはい、ほとんどアクションゲームやったことなかった。なるほどね、なぜかそれがハマってしまった。ハマっちゃって、まあ、なんかその地球防衛軍3って難易度もすごいいっぱい選べて、そうですね、初心者でもなんかプレイしやすいようになってたんで、イージー、ノーマル、ハード、ハーデスト、インフェルノ。インフェルノも地獄ですからあのインフェルノは本当になんか上級者の魔族向けっていう感じのまず上級者向けって感じでしたね。恐ろしいステージでした。恐ろしいステージ。でもまあ、やっぱりあの昔撮った絹塚じゃないですけど、てか慣れてるだけあって結構スムーズにポシポシ倒してますね。でもね、やっぱりボタンの配置がそのスイーボーと全然違って、うん、そうですね、すごい今戸惑ってる。あの海外の人がやりやすいボタン配置にちょっとなってるかなっていう印象はあります。海外のカスタムできるようにしてほしかったな確かにカスタムはちょっと欲しいかな。あの海外のいわゆる TPS サードパーソンシューティングの標準的なボタン配置になってるような、まあ、イメージはあります、うん、昔その合宿でヘイローを何かをやった時に全然できなかった覚えがあって、はいはいはい、いやヘイローは FPS ファーストパーソンシューティングっていう、もう人の目線で進むゲームですね、うん、あれもやりましたね。やったね。あれも確か結構大人数でプレイできるん でしかも3601台につき4人しか同時にプレイできないんですよ。でネットプレイだとまあ大勢でできるんですけど、その場にいてその10人以上でプレイするにはどうするか、360を4台用意してそれをつなげるっていう。でテレビは4分割になりますそれでもやってましたね。あの空間異常だったよ。まあなかなか大人数でねゲームプレイする環境ってないですからね。大人になるとそのゲーム大人のためのゲームサークルみたいなのがあってワイワイ楽しむっていう場面ありますけど、そういうなんかゲーム合宿っていう限定された空間ならではの面白さはあったかな、うん、いかがですか。楽しいけどでもやっぱりもうね、あのね生きるのに精一杯でもあの周りの今回あの友軍がいるんですけど、はいはいはい、今までのシリーズって優遇ってその役に立たなかったんですよ。まあそうだね、すぐ死ぬからしかも邪魔してくるから、うん、割とすぐ殺しちゃってたんですけど、今回周りの人たちがめっちゃ強いおかげで助かってます。しまったな、なんか操作に全然ならなくてワーキャーワーキャーいう映画撮りたかったはずだったのになんか普通にスマートにアリを殺すミユキウアって絵しか撮れてねえなこれそれもそれで楽しいんじゃないかなね、それをやりたかったらマリオを持ってくるべきだじゃあ次回マリオで。いやだ絶対やだ。あでもあれですね、なんていうか
これあなたのすごく猟奇的な面のアピールにしかなってないんですけど、これ営業的には大丈夫なんですかね。全然大丈夫です。ゲストの猟奇的な面をこう垣間見ることができる番組、桃海のゲーム墓場でございます。はい、割とね、なんかお芝居猟奇的っぽいってよく言われるから。そうですね、あなた最初なんか、ヤンデレ、ヤンデレが好きで、ヤンデレの解説お願いできます。ヤンデレの解説、うん、また今度ね。今それどころじゃないアリ殺すのに夢中だと。アリのスコロリでも買ってこいって感じですよ。あのそれじゃ足りないからこいつら。まあ要するにヤンデレけど主人公にはデレデレみたいな、うん、キャラクターに定評がある声優だったんですよね、あなた。そうなんですよ。それはどうなんですか、私生活的には。私生活的にはね、うん、私生活はもっと猟奇的だったと。昔はそうだった気もするんだけど、今はね、割と心が穏やか、悟りを開いたね。あ、癒されたんだ。最近悟りを開いたね。すごいですね、富野由悠季監督みたいですね。タウンエーだ。定期的に癒されるんですよ。そうそうそう、素晴らしい。というわけで、じゃあそろそろお話しします。何の戻ってきて。ない、もう普通にゲーム面白くなってるんだけど、貸そうか、帰る。貸し貸して。じゃあ、はい、そろそろスタートして戻ってきていただければと思います。あ、はい、じゃあこちらに戻ってきてください。あー疲れた。普通まだ終わってないんだけど、なんて言うんだろう、あの料理番組で、料理番組で本気食いしてるタレントみたいな感じで本気プレイでしたね、完全に本気プレイです。はい、というわけでこちら今回あなたが、慣れ親しんだ地球防衛軍3ではなく、こちらの海外版のアースディフェンスフォース、言いづらい、アースディフェンスフォース、アースディフェンスフォースインセクトアルマゲドンなんですが、どうでしたか。なんだろうな、さっきからちょこちょこ話はしてたんですけど、まあまあやっぱちょっと操作が違うので戸惑ってるんですけど、なんかその、うん、なんだ、あのダッシュがねできるようになってる。そう、走れる、走れるって思う。そう、あの日本版の方は常にそう一定のリズムで走り続けているので、歩くかコロコロ転がるか、あの緊急回避行動みたいなのでコロコロ転がるしかなかった。ちょっとここのボタンがそのくるって回る感じの行動になってるんですけど、うん、あのその日本版をやってるともうずっとこれを押してるから、なんかしばらくするとここおかしくなってくる。あの指も痛くなるしね。だからそれがなさそうでちょっといいなと思いました。デザインも結構海外めいてますよね。あ、そうですね。そう、色使いとか街の感じとかもやっぱりアメリカ人が普通にかっこいいゲームって感じがして、うん、そう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 、アメリカ人が作ったんだなっていう感じの。こっちの CG はね、やっぱり元がそのシンプル2000っていうゲームから作られてたんだなって感じの、やっぱちょっとね、そうだね、ちょっとね、味がある。てかまあやっぱ日本人向けな、日本人向けのデザインとか色使いになってたなっていうの、結構アリも赤いアリだったんですよね、うん、海外じゃ赤アリの方がメジャーなのかなって思っちゃうぐらい。ああかもしれないです、ね、日本の場合はほぼ黒アリですからね、うん、なんですけど、あなた確か映画の番組を持ってますよね。そうじゃ、持ってる、はい、あの スターシップトゥルーパーズという映画をご存知でしょうか。存在は知ってるけどまだ、まだ見てない。じゃあぜひ見ていただきたい、うん、あのこちらの、ま、地球防衛軍シリーズなんですけど、まあ、映画見た方が分かると思うんですが、もう完全にそのスターシップトゥルーパーズのパクリっていうとちょっとね、もう語弊があるレベルですね。オマージュっていうか、もう本当に意識した場面がすごく多くて、うん、でそちらの映画もいわゆる地球が大量の虫にバグスっていうあの敵に攻められてるから、あの軍が追い返すという映画なんですけど、もともとは、宇宙の戦士っていう小説だったんですね。 SF 小説だったんですが、そちらを、ポール・バーホーベンっていう監督が、ちょっとね、いい意味で頭のおかしい監督でございまして、あの幼少期をあの紛争地域で育ったせいで、あのちょっとね倫理観がおかしい方なんですね。でかなり、そういう監督さん結構いますよ。でかなりあの物がグロい、あので結構軍国主義的っていうとあれなんですけど、結構プロパガンダ映像みたいな感じに仕上がってて、逆にそれがリアルっていう演出になってるんですけど、あの映画を撮る条件としてやっぱ役者さん出るじゃないですか、はい、で元の小説版だとパワードスーツで戦うことになってたんですが、パワードスーツ着ると何がいけないかっていうと顔見えないんですね。あ、はい、そうです。役者さん顔見えないっていうのは実は当時、まあ、今もそうですけど、やっぱり映画として問題があるので、で、ポール・バーホーベン監督どうしたかっていうと、生身でやると。なんかね、パワードスーツでやってると勝てるんじゃねえかなって感じがしたんだけど、うん、なんか生身だともう絶望的で、結構絶望的って感じの、まあ流れで進むんですけど、それをオマージュした結果、こちらも完全に歩兵が戦うという。うん、まあ、あのパワードスーツみたいなメカもあるんですけど、基本的には歩兵がガンガン戦っていくっていうイメージですね。
まあ、逆にその映画があるおかげでこちらのゲームが生まれたという、まあ、経緯がございまして、公式で言われてるのかな。でもやっぱり映画見ると、あ、意識はしてるな、意識はしてるっていうか、まんまこれからインスピレーションを得てやったゲームなんだなっていう感じがするんで、ぜひこちらも見ていただいて、よかったらね、今日帰りに伝えたあなたやっぱ行動派ですね。あのね、興味持ったら一直線じゃ あ, ぜひそちらもあなたの番組でレビューしていただければ嬉しいです ね, ですね。こういうつながりもありますんで、そこのメガネにかなうかどうかってね。あ、メガネかけてるだけに、普段かけてないくせにねそうでもない、なんかゲームやるからってメガネかけてるのが、普通のバラエティ番組で VTR が始まったからってメガネかけるタレントみたいなイメージがすごく良かったですね本当ですか、はい、良くなかったです別にというわけで、こちら30分番組になりますので、はい、そろそろエンディングに向かっていこうかなと思います、はい、こんな感じで毎回毎回ゲストをお呼びしてやろうと思ってるんですが、まあ、今回第1回ということでいろいろ探り探りやらせていただきました。で、次回放送に向けて、ゲストさんも捕まえて第2回も放送したいと思いますので。まだ決まってないんですか。決まってないです。決まってないんです。もうあの今日で終わる可能性すらあったのひどい。あなたがこの今ユーストリームで放送してますけど、ユーストリームの放送規約に違反する可能性っていうのは否めなかったのでマジかなんでね、告知の方、ツイッターでやっております。ツイッター、私の名前ももうみで、アカウントやっておりますので、こちらで検索していただければ、番組の告知も、ちょこちょこやってますので、ぜひフォローしてください。で、せっかく出てくれたから、なんかライブの告知が何か知っていただければ。あ、ですね、今日は7月30日なんですけど、はい、来月の8月の23日に私一人でライブに出ます、はいはい、場所は秋葉原の秋田犬さんで、はいはい、最寄りの駅は岩本町です、うん、秋葉原っつってんだけど、うん、結構秋葉原からだと昭和通り口から出てちょっとあるのかな、うん、ちょっと歩きますね、はいはいはい、まあ、一番近いのは岩本町の駅なんですけど、はい、そこで行われますアニソン道場ミクロというアニソンのライブイベントに出させていただきます、はい、会場が11時45分スタートが12時からで、だいたい私は1時55分とかそのぐらいに出ますので、ちょっとなんかアニソンイベントなんですけど、あんまり他の人が歌わないようなアニソンを用意してますので、ちょっと普通の飽きちゃったなって思うことがある人はぜひぜひ私のところに遊びに来ていただけると嬉しいです、8月23日土曜お昼は秋田犬に来てくださいということで、もう一つ告知はありますね、はい、私もあなたも出るライブが実はございました。はい、9月にございます。実は今日このお店でスタッフやってらっしゃる水塚城も出られるんですが、かわいい、9月23日に、四谷ライブインマジックさんにて、私も出させていただきました、ウェブ番組歌吉の、総集編、歌吉歌謡祭というものが、開催されます。そちらの方に、この間ゲストで出させていただきました私、それから去年12月に出させていただいて、その歌吉の歌謡祭が実は、ね、2月に行かれたんですよね。そうですね、その時もがっつり出て、まあ、で今回は私はちょっとだけ去年枠、去年枠で2013年出演枠として出る、出ます。で、まあね、もしかしたら一緒にやることもあるかもしれないんで、その青白ストライプとしての出演も、まあ、期待していただければなという感じで、はい、そろそろエンディングに向かいたいと思いますが、はい、次回何やろうかな。何やればいい。あのね、やっぱ誰呼ぶかも決まってないからあれなんだけど、やっぱりそのね、今回だったらあなた向けに地球防衛軍を選んだっていう経緯があるので、やっぱりゲストさんに合わせたものとか、あとはやっぱり画面をね、なかなか見させられないから、絵的に面白いものっていうのを持ってきたいなと思ってますが、あれだね、専用コントローラー的なやつとかいいね。あ、いいね。誰でもとか楽しそうだよね。誰でもね、いいね。誰でもとか、誰でも石の床で俺やりたくないよ。足痛めちゃうね、これ。あ、でもね、今ね、ちょっとインスピレーション湧いた。買っとく。言わない、今は。買っとくって何？あれ買っとくわ。あれやればいいじゃん。どれだよ。あ、そう、あ、ちょ、バババ。あれね、乱暴に扱ってたら壊れちゃった。なんだか全然、なんだか全然分かってねえと思いますけど。昔のライブで使っていいやつがあったんですか？いいやつがあったんですけどね、いいコントローラーがあったんですけど。まあ、実際のゲーム画面見たい方は、はい、番組の時はこちらの道玄坂キャッキャッキャッ、道玄坂カフェ、あなたの方が言い慣れてますね、毎回行きますからね、はい、道玄坂カフェの方に直接来ていただいて、こちら、番組のある日は、ゲームイベント開催しております、はい、ゲームイベントというと硬い感じがしますが、まあ来てみんなでゲームやろうやと、
でお店は開いてるから、あの好きに、まあね、ドリンク飲みながらあのボードゲームやったり、あのビデオゲームやったりするのも面白いんじゃねっていう感じもありますので、はい、あのぜひぜひこちらに来て一緒にワイワイ楽しめればなと思います、はい、というわけでそろそろ、締めさせていただきます、桃海のゲーム墓場第1回、道玄坂カフェより、放送させていただきました、ゲストは三幸優愛さんでした。ありがとうございました。というわけで、次回もよろしくお願いいたします。